恐れ入ります。デイリースポーツ北口です、はい、ちょっと話がそれるんですが、ここ数日話題になってます、政務長活動費の件で、隣の兵庫県でですね、そのこと言うの忘れてて、僕の先輩だってこと言うてですね、ブログにありますよね、北野高校の後輩の橋本知事はと3年前に書かれてますけど、ご面識は終わりなんですか。そう、ありがとう、たまにこういい存在でありますよね僕それ冒頭で言おうと思ってたんですよ。だからもうつい朝日新聞にガーッと言ってしまったら、すっかり忘れてしまったんだけど、あの議員がね、西宮維新の会っていうふうに名乗って当選してて、西宮維新の会と言って、県議会議員当選してますけども、全く大阪維新の会、日本維新の会には関係ありません。大体ね、あんまり言うとこれ西宮市民の皆さんをちょっとバカにしてしまうような表現になってしまうから気をつけなきゃいけないけど、ワン西宮って言ってどっかで聞いたことある。そう、ワン大阪はだって大阪府と大阪市でって、ワン西宮って初めから一つじゃないですかねかワン西宮っていうのは全く僕は分かんないんだけども、それででも西宮の皆さんはワン西宮で票入れてますから、僕はそれは西宮市民の皆さんの判断尊重しなきゃいけないけど、でも維新の会は一切関係ないです。で、連絡はね、コンタクトはうちの後援会にはもうしょっちゅうありました。で、要は応援に来いというような話はうちの後援会の方に連絡が来て、丁重にお断りをしてきたというところです。その組織としての大阪維新の会とある程度共同関係を組みたいというような、いわゆる要望だったんですかね、先方は。じゃあ、しますよ。いや、だから補欠選挙かなんかに出るときに応援に来てくれって、それだけですから。組織も、組織あるんですか、ワン西宮。まあ一応届け出の記録を見ると、政治団体なんて所属で西宮維新の会として出馬されているというメンバーは他誰いるんですかちょっと存じ上げないんですが、一応代表という肩書きがあるやには聞いてるんですが、あと先日1日のその政務活動費 の釈明会見で、ちょっとニュースなどやネット動画でも流れてるんですが、かなり個性的な会見だったんですが、まあ北野高校は個性的なのかもしれませんけど、いやだから、ここのメンバーに記者会見行ってくれたらいいのに、もっと僕に言うみたいに、もっと突っ込んでください、あれ、あの会見行って、なんであれ、あそこの会見、あれ、全然突っ込まないですか、あれ。泣かれちゃうからじゃない。なんか僕も泣いたら突っ込まないですいや、なんか最初にですね、議員の方からその恫喝的なとか暴言的な質問があったら、私が恐怖を感じたら会見を切り上げるというような通告があったみたいで、かなり柔らかくいかれたようなんですけど、最初はでしょ。最初です。まあでも、いや、冗談抜きで、まあ一応事務局見解としては違法はないっていうふうに言ってるんでしょ、違法性はないと、だけどやっぱり疑問抱かれることは間違いないので、状況で説明しなきゃいけないし、それこそ報道がチェックしなきゃいけないんじゃないですか。まあいろいろ質問は飛ばしたんだけども、かわされたっていうところあるのかも分かりませんが、まあ違法でないにしても、あんなの維新でやったら今日も新聞でワンワンやられてまして、まあ違法じゃないけどもね、不適切だということで自治会からの献金とか、そういうところありましたけども、同じようにね、それは維新の方を批判するなっていうわけじゃなくて、それは公金使ってるわけですから、あえて徹底的に産経のようにチェックしてもらうっていうのはいいんですけども、そしたら同じようにあの成長費についてはやっぱおかしいと。でもっとやっぱ兵庫県の議会事務局のね、扱いがおかしいんじゃないですか。今大阪ではそんなあんなんできないと思いますけどね。そのちょっと疑問に思うんですが、いわゆる今回問題になってるのが、駅の券売機でね、切符を買った時に領収書が出ないので、それについては領収書の添付はいらないみたいな例外規定が兵庫県にあったみたいなんですが、ただ大阪市の25年4月ちょっとさっきPDF を見たらですね、出してる議会の手引きも、バス鉄道航空機を利用した場合は基本的には領収書は徴することはできないという、いわゆる受け取ることができないので、それに代わる方法というので、我々サラリーマンでいうと新幹線乗ったり飛行機乗ったら領収書出るのは当たり前なんですけど、それが基本的には出ないという前提でなんか運用がある記載が
詳しく読み上げるのが長いんですか。だから通常の地下鉄とかそんなで領収書くれっていうのはあの現実的じゃないんでね、はい、でも特急券が出るようなその場合にはあの領収書出るじゃないですか、大阪市もそうなんですか。大阪の25年4月に出てる手引きではそれを あの提出は求めてないんです。だからそれは議会事務局と議員の方追及してくださいよ。なんだこの記者会見僕ばっかりで議員とかないんですかね、定例記者会見。なんで議員の方行かないんですか、僕のとこばっかり来て。あ、いや違うよ、ここの議会もうだからもう2時間も3時間も喋ってるな、もう、はい、同じエネルギーを議会の方にさえ、いやそれだから、領収書おかしいなら僕がなんか決める話じゃないから、まあ、議会の方で本当はそれやらなきゃいけないでしょうね。わかりました、ありがとうございます、はい、他よろしいですか。まあ、でもあの議員さん、まあね、これから、うん、あの大変かと思うんですけど、でも あれですよ、維新の会の日本維新の会のね、まあ、いわゆる僕らのグループと言われてた人たちがあの石原さんのところに行って、それはいいんですよ、個人の判断だから。何にもその府議会市議会にも挨拶なくね、もう向こう行ってありがとう、もうよ本当に世話になったの挨拶もなく向こう行ってですよ。でテレビつければあの道徳推進教育なんとか本部っていうところの前列に座ってるような、そういう人に比べればこの県議会は最後ありがとうございましたって言って頭下げて出てたわけでしょ。まだ日本維新の会のその一部そのメンバーよりも礼節はあるのかなと思いますけど、まあ、ただ問題終わりなのでそれはもうメディアの皆さんにチェックは任せますけど。